兵庫県西部、旧国名、播磨の中心都市、姫路。世界遺産のお城、姫路城を望むこの町にある、面白いお店に行ってきました。姫路駅からお城へ向かって、駅前通りを北駅、二階町のアーケードに入って、少し歩いたところに、こちらの鉄道交流施設、姫路トレインパークがあります。間口の狭く、奥行きが長い昔ながらの、敷地ですが、この2階に、その奥行きの長さを生かした、様々な走行距離を選べるレイアウトが、設置され、自慢の車両を走らせることができます。今回は、一周の距離が、最も長い、高架線の12番線を、借用、うぷ主自慢の新幹線電車を、走らせます。この高架線の特徴は、部屋の形を生かした長い直線。新幹線電車16両が、最も格好よく眺められる構成となっています。この時、隣の11番線では、店長さんが500系と N700S、どちらもフル編成で走らせておられました。噂によるとこの店長さん、新幹線電車だけでかなりの編成数を持ちらしく、それがレイアウトにも現れていると感じます。そしてレイアウトのもう一つの特徴が豊富なストラクチャー。外からの光が差し込むレイアウトで一番明るいところに姫路城をはじめとした街並みが、そしてレイアウトの奥へ行くほど部屋を暗くし、室内灯を入れた列車とライトアップした建物を目立たせる構成となっています。部屋の奥にある小さめのレイアウト付近には、東横インと、なぜか姫路城と対をなすような西洋風の城が建っています。というか、このレイアウトのストラクチャー、わからない人にはわからないのですが、わかる人にはツッコミどころ満載の情報量の多さよ。中央部の山の上には、ディーゼルカーが集う線形機関庫があるのですが、電車台に乗ってるのはなぜか、食パン電車、そしてザクやライブアンゲリオンやらが、立つ物騒なエリアも、しかし線路の上の列車は、何も気にすることなく走っていきます。そして在来線と隣り合う駅の、周辺などにも面白いものが、こう見ると、駅前はビルやらホテルやらが、立ち並ぶ現代的な都市なのです。が、角度を変えてみると、至るところに某スクールアイドルの、看板が、特に冒頭で出てきたこのビルなんか、とてもカオスですね。しかしこれらは、このレイアウトが細かいところまで、作り込まれている証拠、線路の環境もよく、眺めているだけで時間を忘れるレイアウトと言えます。なお、うぷ主が個人的におすすめの路線は、在来線でもロングランができ、かつての届くところに豊富な線路数を誇る車両基地のある旧、10番線。新幹線のネックは、車両を本線の途中から乗せることになることでしょうか。姫路の街の中心にある、地域に根差したレンタルレイアウトのお店、姫路トレインパーク。また行きたくなる、楽しいお店でした。駅からのアクセスも良く、商店街の中や、駅の中には播磨名物、出汁につけて食べる美味しいたこ焼きが、食べられるところもあります。皆さんも、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。